穏やかな音楽が流れております。そんな世界観をぶち壊しに来る男がいます。さあ始めていきましょうか。早速ですけれども、船に乗ってレッツゴー。あれこれは面白いな。そして横にしか進めない。すげえな、シンクロでもここまで綺麗に揃う。わあ綺麗。これ到着したのか、それとボートに乗ってんのかね。ところでこの二人が被ってるこの鳥みたいな帽子って一体何なんでしょうね。わあ見て見て、ホタル。誰だ。もうこれ以上広がらないよ話は。お、ついに出口が見えてきましたかね。ところでニコって性別はどっちなんだろうね。男なんだろうか女なんだろうか。多分女の子なんでしょうけどね。さあアルーラ、お参りに行こう。うん。お、あ、ママに会うって、あ、そういうことか、埋葬地でそういうことか。お墓、お、え、ちょっと待って待って、え、これ全部さ電球ついてません？全部太陽ついとうじゃん。てか、この中からさ、当たりを一個探しなさいとか、あるいは、こう、あの、ゾンビが出てきたり、リーデットが出てきたり、もういいや。あの二人がいるんだけど、ちょっとこの下の方に行って、うわ、広いね、いろいろあるね、で、クローバーめっちゃあるし、クローバーだ、クローバーだ、ここではクローバーって言わないんですね。あー、なんか、セドリック。君は、ミーの名前はニコ。ああ、やっと会えた。すごく嬉しいよ。あ、いや、ようやくお会いできてとても光栄です、ニコさん。僕、おー、当たってた。名前はセドリック。あ、ミーも君のことを見つけなきゃいけなかったんだ。承知しています。先ほどプロトタイプから連絡がありました。あなたがもうすぐ町に訪れると。そうなの？記憶が修復された後、メッセージを送ってきたんです。街で待つように言われたんですが、僕が拾いに行った方が早いかと思いまして、結果的に言うと愚策でしたが。ミーたちを拾いに？もしかしてあの飛行機を操縦できるの？飛行機とは？その後ろにあるやつ。これはあれじゃないですか、あの飛行艇乗りが乗ってたやつじゃないですか、あの例の飛ぶ豚ちゃん。ああ、空飛ぶ機械のことですか。みんな世界だと飛行機って呼ばれてるんだ。なるほど。他の世界にもあっただなんて知りませんでした。あ、じゃあカラムスとアルーラの言ってたお友達って君のこと？二人が言ってた空飛ぶ機械ってもしかしてあれなのかな。カルムスやアルーラという名前の人は知りません。おそらく父のお知り合いと思います。以前のシミュレートでそのお父さん、この空飛ぶ機械はもともとは父が所有していたんです。中でもこれは屈指の発明品でしょうね。君のお父さんが飛行機を発明したの？空飛ぶ機械です。どっちにしてもすごいよ。ありがとうございます。先ほどの質問ですが、僕は機械の操縦が得意なんです。しかし先ほど空中を飛んでいたら、エンジンに何やらおかしなことが起きまして、町の壁に衝突してしまう前にこの小さな島に緊急着陸しなくてはいけませんでした。衝突しそうになったの？大変だったね。確かにいい気分ではありませんでしたね。このエンジントラブル、四角形粒子による阻害と何か関係しているんでしょうか。チェックしてみたんですが、機械の中に四角形は一つもありませんでした。しかし峡谷にある島々が悲惨な状況にあることは確かです。そうだね。はあ、最初からプロトタイプの言うことを聞いていればよかった。そういえば彼は今どこに？あなたと一緒にやってくると聞きましたが、まだ本当にいるんですか？不毛の地でプロトタイプは洞窟が崩れて、そしたら四角形がたくさん現れて、プロトとロボットのお姉さんが逃げ切れなかった。そんな、これをもらったんだ。頭から取り出したディスク。ああ、本当によかった。メインドライブをあなたに渡したんですね。これさえあれば彼を復元することができるはずです。あ、本当？大変な作業ですが可能です。
大型ドアには人手が3人ほど必要になります。大型？え？しかしまずは町へとつながる道を探さないといけませんね。そうだね、ゲートはもうダメみたいだし。この機械が動けば町までひとっ飛びなんですが、故障の原因を突き止めたのですが、手持ちの部品では修理できないんです。え、どこが壊れてるの？エンジンのバッテリーが切れていて、さらにエンジン用の歯車もいくつか交換が必要なんです。ミーとブルーホースでその部品を探せばなんとか直せる？おそらく。ただ問題は、峡谷までがそこまでハイテクな地域ではないということです。ですから、ここで専用部品が見つかるとはあまり思えません。とにかく探してみる。他にできることもなさそうだし。こっちにいきなり来てよかったんですかね。ただのレンチだ。飛行機だ。空飛ぶ機械です。この空飛ぶ機械にこだわる君の理由は何なんだろうね。うん、バッテリーと歯車ですね。はいはい。今ちなみに持ってるのはこれ。結局使わなかったよね。これもしかしてあれかな、関係ないけど一周目みたいに先にこっちをやっとけばなんかこう怒ってたかもしれないってことね。その機会を私は逃してしまってこっちに来ちゃったから、とりあえずコギボットちゃんごめんねっていうところで、で2人に話しかけれるよね。あのバッテリーってどこを探せばあるかな。そうだな、峡谷だと電気はあまり使わないんだ。そうなんだ。あ、でも研究所にはロボットがいたな。彼らなら知ってるかも。わかった、ありがとう。歯車ってどこに行けば見つかるかな。歯車ってなーに。歯がついた鉄の輪っかみたいなやつ。輪っかに歯がついてるの？あはは、変なの？マグパイなら持ってそう。マグパイ？ほら、あの小児さん。はい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 、はい、誰のことか分かったかも。ほんと変な人よ。もうほんと変。ほんと笑っちゃう。そこにどうやって行ったらいいかが分かんねんだよ。でもこれ乗っちゃダメだもんね。こっちの方はなんか行けるところはない。またこれここの辺りがこうテク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 とね進んでいく中でこう あれないね。でこっちがさっきのセドリックちゃんがいたところでしょ。あれどっか進めるところあるだす？ないだすよね。火だ。あれ？じゃあまたボートに乗って戻る的な感じ？だってそもそも奴らはあれだよね。でもあの橋が壊れてるから行けないよね。え？でもこれ乗れる？乗れる？あ、乗れた。でもこっちに行くしかない。行きます。戻ってきた。あ、戻れた。え、まさかのまさかだけど、あれがこう、なんだっけ、あの四角のテロテロチンチン、ポンポンペンペンちゃんたちが、なんとかなってる。家に入れない。あ、そういえばここに来るときになんか下の方に行けるスペースあったけど、まだ僕行ってなかったんでね、行ってみましょうか。こっち行けないってことも、あ、ないないないね。あ、でもこれってさ、またあいつ、でも全然ツタがないな。どんどん暗くなっていく。怖い。あ、いた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 。キュセスじゃん。私に会うためにわざわざ。何？お姉さん、どうしたの？待って。集中。集中しなきゃ。島が崩壊してしまう。私がどうにかしないと。だから、ツタを。お姉さんがツタの？だからそこら中にツタがあるんだね。もしかして大地がバラバラにならないように？そうよ。私の力ではこれが限界。それって、太陽置いていった方がいい？見たいって言ってたから。それはいいわね。でもダメなの。太陽は私を癒してくれる。でもね、ストレスが必要なの。恐怖が必要なの。私を強くしてくれる。ツタが早く成長してくれる。でも安らぎを得るとツタが後転してしまうかもしれない。みんな危険にさらされているの。救世主様、村人たちや子供たち、私の最後の時間を無駄にしてはいけないの。みんな一
生きなきゃダメ。少しでも、一日でも長く。こんばんは。ちょっと聞きたいことがあって。どうしたの？峡谷にある橋がみんな壊れちゃってるみたいで。そうね、橋。旅のために渡らなきゃいけないものをね。そう、橋を直してあげましょうか。うん、できるの？難しい。橋は水の上にとても限られた場所にあるから、正確な場所をつかまないとツタも強いものをとても大変。そう、でも可能だわ。だって最後の力まで使い切るって誓ったもの。後ろに下がってくれる？ね、大丈夫？お姉さん。ああ、最後の力を振り絞ってっていうところですね。前回のパートだと太陽を置いていきました。で、知らない間に力尽きてました。その時は一体どうなってしまって力尽きたんだろうね。とりあえずだから前回その大きいロボットちゃんがいるところのところで、大きいロボットちゃんがいたところの横の橋が壊れてて入れませんでしたってなってたじゃないですか。ってことはここが通れるようになって、やっぱり何も喋らんのかい。で行きます。でここに行ってロボットたち、あ、なんか研究所とかなんかそんなのあったね。あー、すげー、ありがとうお姉さん。こうやって迷ってる場合じゃねえんだよな。お姉さんがこう一生懸命やってくれたものを使っていろいろと頑張ってやっていかなくちゃいけないんですけれども、早速道を間違ってるよね。行かなくていいところに行ってる気がする。じゃあツタで繋ぐなよ。そんな文句言っちゃいけない。そんな文句言ったら多分ツタに絡まれて絡みつく巻きつく締め付けるの砲撃を食らうことになる。君は誰？森へと繋がる橋が急になったんだ。ここなら村の避難者たちにもいい釣り場が見つけられるはずだ。植物の精霊は本当に俺たちのことを見守ってくれているんだな。うん。ってことはこっちの上の方に、でも結局コギボット助けてもあれだったのかな。あ、メイがいる。ほいほいほい。ほいほいほい。でもツタがそれを食い止めているように見えると。あ、なんか全然見た目が違う風に見えるね。太陽なんかじゃ大地は修復できない。ぐすん、大丈夫？お家に帰りたい。あ、商人さんだよね。そうさ。物々交換しに来たのか？もしそうならちょっと悪い知らせがあってな。俺の商品みんな憎むのに入れてられる。逃げ、あれ、残念なことに命がけて逃げれてみんな落ち、でも今品揃えは限られ、かなり限られている。お気に入りのものはなんとか持ってこれたけどな。そうなんだ。あの歯車みたいなものってのは歯車、あの手製でできた丸っこいやつか？多分ないと思うけど。待てよ。ネジを巻いて音楽を鳴らす箱ならあるぜ。オルゴールだ。そう、それ。その中に金属の部品なら山ほど入ってるぜ。わあ、それならいけるかも。でもこれを手放すのか。俺のお気に入りなんだよな。いやいや、俺は何を言ってるんだ。あんたは救世主じゃないか。最近ここじゃろくなことが起きない。ここであんたを助けなかったら寿命がさらに縮まりそうだからな。世界を救うために必要なんだろ。ほら、持っていきな。わあ、ありがとう。オルゴール。オルゴールをバールのようなもので壊さないよね。じゃあ続いて研究、こっちなんかあったのかな。この島には俺たちの村よりも苔が多く生えている。ここを開拓していたら最高だったろうな。多分もう手遅れだけど。で君はそこら中ツタだらけ。植物のお姉さんが守ってくれる。こっちも、いけない。とりあえず俺の癒し羊ちゃん。怪しいやついる。なんて日だ。それだけ？ほい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 。いや、こんばんは、救世主さん。シチューでも食べる？村の人みんなの分作ったの。本当だよ。大丈夫、ありがとう。かわされた。急速は、前よりも急速に悪化始めてるみたいだね。なんかない、なんかないか。釣り竿だ。ミミズでいっぱい、上。何にもないですね。それから、
ほいほいほい、俺たちの村は少し前に四角形でめちゃくちゃになっちまった。ほとんど、これもしかしてあれなのかな、四角形、仮にコギボットでもし来れるとしたとしても、行けなかったっていうオチで結局違うルートで行かなくちゃいけない。ちょっと待って待って。うわ、吐いてるやん、完全に。何も釣れねえなぁ。あ、そっか。あの、謎のロッド持ってる人、あれか。なんだっけ、羊の、なんか、飼い主的な感じの人だよね。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。こっちの方は、来たところで、あれ、研究所的なやつってどっかなかったっけ？あれ？研究所的なやつ？オルゴール手に入れたけど、研究所的なやつがないぞ、研究所的なやつ。あれ？研究所的なやつってどこだったっけ？こっちの下の方行けない？こっち行けなくなってましたよね？行けなくなってたから、ダメだよね。あれ？あ、ああ、これか。行けたわ。行き止まりじゃなかったんだ。わあ、なかなかこれ、ロボットたちがいっぱいいる。ツタが突然。つったや。どうも人間。技術的な問題が発生しています。シルバーポイント先生からの指示で、違うようではそのままどうぞ。知りません。わかった。はい。空飛ぶ機械、バッテリーでしたら私のシステムに組み込まれては、他の機械の電源としては使用できません。ダメか。空飛ぶ電力室、オッケー。異常現象が発生しています。異常現象、ここまで侵食してきてるね。なんか門番の、どうも人間、これが強豪の主要発電機です。こんばんは、空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこを探せばあるのかな？一応緊急事態なんだけど。空飛ぶ機械が何なのか私にはわかりません。ですが、いかなる大型電子機器にも耐用量の電池は必要です。例えばこの建物にある発電機にもそのような装置を使用しています。あ、そっか、忘れるとこだったよ。そういえば不毛の地で何かのバッテリーを直せなかったっけ、ブルーホース。生命体に関わる緊急事態なのであれば、この発電機のバッテリーを使用してください。あ、え、でもそのバッテリーを使っちゃったら、君たちの電力がなくなっちゃうんじゃ。ミートブルーホースで他のを探すよ。それは不可能です。漁国区域で単独ユニットとして使用できるだけの電力があるバッテリーはこれだけです。危機的状況ならなすべきことをするのです。うん。じゃあ、いただきまーす。ほい。ニュー。音がなかなか。あー、止まってる。てか、え、何？繋がってるんだ、このロボットたちが全部。こう単独でバッテリーを持ってるとか、そういうあれじゃないんですね。まあまあ、してるんだけどさ、前回のあれで。じゃあ、とりあえずこれで手に入りましたので、戻りましょう。で、戻って飛行機にいよいよ乗って、で、時には昔の話をしようかなと思います。まあ、それはいいとして、ちょっと飲み物飲みます。あ、ここも止まってるね。多分、まあ、その、直すもの直したらちょうどいい時間になってくると思うので、そのあたりでストップができればな、というふうには思います。なんか、あれだね。2周目、こう、サクサクかどうかは別として、いいところで止まりますよね。なんつうか、こう、次のパート早くやりたいみたいな。これも珍しく、こう、前回パートから1週間とかね、そのくらいの時間かけて次やったりするんですけど、今回は、あれですわ。もう、早く続きがやりたくて仕方ないっていう感じで、これ連日やってるんですよね。ついさっき、半沢直樹の生放送を見てね、興奮したところであるんですけれども、第8話も早く見たいってところですよね。さてさて到着しました。で、物は2つ手に入ったけど、これ1個ずつ渡すっていうのでいいのかな？じゃ、まず、とりあえず、オルゴールを用意しましょう。ゼンマイ式オルゴールで、で、この歯車じゃ小さいから、みたいなこと言われないかな。オルゴールを見つけたよ！これに入ってる歯車、使えるよね？おそらく使えますが、しかし、このオルゴール、父が作ったものとそっくりですね。君のお父さん、オルゴールも作ってるの？僕の父は本当にいろんなものを作ってるんです。ところでこれはどこで見つけたんですか？村の商人さんにもらったんだ。なるほど。そういえば昔ここの住民と貿易していたと父が言っていました。あの方は世界中を旅するのが大好きでしたから。あれがあったのにもかかわらず。ああ、いや、すいません。こっちの話です。これに入っている歯車、どうやらエンジンとも合うようですね。分解するのは少し骨が折れますが。あ、ごめんなさい。いえ。
エンジンを稼働させるにはまだバッテリーが足りていません。どうにか見つけてきていただけませんか。緑から黄色の色になってますね。ほいほいほい。で、これ。オッケー。バッテリー見つけたよ。ああ、よかった。正直言ってあまり期待していませんでした。島にある発電機から取ってきたんだ。研究所のことですか？うん。あそこにいるロボットの動力になってたから、ちょっと悪いことしちゃった。ああ、後でいつでも返せますよ。そうだね。ん？ようやくこれで空飛ぶ機械が動きそうです。あとは部品を組み立てるだけですが、少し時間がかかるかもしれません。付き合ってもらえますか？どう？順調とは言えませんね。バッテリーの接続端子がこのエンジン用に設計されていないので、ポートをいくつか差し替える必要があります。あと、このボルトがいつも引っかかってて。そっか。心配しないでください。作業は着々と進んでいますから。今夜中には町に行けるはずです。それならいいんだけど。町に着いたらどうなるのかな。まずはプロトを復元しないといけませんね。それからあともう一人見つけないと、彼女とはすでに会ったことがあるかもしれませんね。この世界に前、この世界に前回いた時のこと覚えていませんか？その子はどんな人？変に思われるかもしれませんが、キツネです。お前にさん。あ、そういえばやっぱりどこかでキツネと喋ったのを覚えてる。ルエに会ったんですか？あ、モロじゃないんだ。まだ記憶がぼやけちゃってるけど。なるほど。はぁ、これ結構辛いんだよ。プロトにはこの世界を夢のようなものだと考えればいいって言われた。だけど頭がぐちゃぐちゃになっちゃって、それでなんか忘れちゃう感じがして、ここにある何もかもが現実じゃないってことも忘れそうになって、その後思い出すんだ。そうするとすごく悲しい気持ちになって、ミーが家に帰るためだってわかってるのに、最初から全部どうでもいいことだったんだって思うと、ミーはただ、何の意味もなく、ここに囚われ続けてるの？プロトは、このことを誰にも聞いちゃいけないとも言ってた。この世界の人には、理解できないって。でも、プロトはどうやって知ったの？君はどうして知ってるの？みんな、コードで作られてるんじゃないの？何を信じればいいのかもわかんない。ルエがここにいれば。彼女はこういうことを説明するのがとても上手ですから。僕には全く向いていないんです。プロトだったらさらに機転が利かなかったでしょうし、無神経に聞こえるかもしれませんが、どうか何が現実なのかと悩み続けるのはやめてくれませんか？今だけは。計画はすでに進行中です。他のことに気を取られてはいけません。父はこの世界における最後のセッションに全てを注ぎ込んでいました。あらゆることを正す最後のチャンスなんです。君のお父さんはワールドマシンに関わってるの？まあ、そうとも言えます。とはいえ、四角形粒子の異常現象が加速したことについては全く説明がついていません。あのパッチは通常の出現率に適応するために作られたんです。なのに、奴らは恐ろしい速度で増殖を繰り返し始めた。プロトは体までも失ってしまった。幸いギリギリのところであなたにディスクを渡したようですが、プロトはどうなっちゃったの？他の人は四角形に捕まった人たちはどうなっちゃうの？良くないことが起きるってことしかミーにはわからない。シミュレーションの仕組みは知っていますよね。みんなコードでできてるってこと？具体的に言えばあらゆるものは既存のコードから生成されています。四角形はそのコードにダメージを与えてしまうんです。ほとんどの場合修復できません。父さんは以前のシミュレーションで数々の友人を失ってしまった。現在のようなさらに安定したバージョンの開発に父は人生のすべてを費やしました。それってまるで君のお父さんがシミュレーションを作ったみたいな言い方だね。え、もしかしてそうなの？はい。でもどうやって？この世界にいる人たちみんなコードならどうやって自分自身を作ったの？それは、厳密に言うとそうじゃないんです。じゃあどういうこと？先ほども言いましたが、今はあまり気にしない方が。わかりましたから。プロトタイプから昔の世界について何か聞いていますか？昔の世界にいた救世主を迎えるために僕は作られたって言ってた。その時は他のことでいっぱいいっぱいだったからあんまり気にしてなかった。ああ、一応は知ってるんですね。わかりました。それではお話しします。話が長くなりそうですね。僕の父と僕と、そしてあの二人は
全員シミュレーションの一部ではないんです。僕たちの世界、現実の世界はずっと前に破壊されてしまいました。大惨事が起きるまでの数年間、世界中の科学者たちはそれを食い止めようと必死でしたが、その展望は絶望的でした。別の世界から救世主が訪れるという謎めいた予言が最後の希望の砦となりました。予言者ロボ、いや、プロトタイプはその救世主に関する情報を予言するために作られたんです。しかしその予言は、救世主が間に合うことはないだろうというものでした。救世主たちは僕たちの世界が壊るまでに誕生してすらもいなかったんです。みんな絶望し、多くが研究をやめ、余生を平和に生きようと決心しました。しかしそうしなかった者もいました。世界を救うことが不可能でも、自分たちの存在を無意なものにしたくなかったんです。そしてその中に父がいました。全ての資源を使って、父はかつてないほど大掛かりなプロジェクトを立てました。ワールドマシン、大規模かつ精密な旧世界の複製物、父の知人全員から集めた記憶の海によって作り上げられました。日が遠くなるほどの改良とシナリオ追加作業のおかげで、父はその構造全体をコードに置き換えることに成功しました。そのコードはどうやって前の世界を抜け出せたの？さあ、全くわかりません。僕が知っているのは、独立してコードを実行できるほどの強力な武器が僕の世界にはなかったということだけです。ですので、標準的なハードウェアの他に、生きている人間の精神処理能力も借りる必要があったんです。試験の初期段階で、父は自分自身を利用しました。先ほども言ったように、十分に安定するまでかなりのシミュレートを要しました。しかし見ての通り、それでも崩壊は続いています。そうなんだ。父は最後の最後で問題を突き止めましたが、修復するには時間が足りませんでした。世界が終焉を迎えた後、コードはただ永久に無の空間を浮遊する存在となってしまいました。自らのハードウェアにインストールしてくれる実行者を待ち続ける存在に。ブルーホースのこと？そうです。実行者はブルーホースは、そのコードを使って宇宙を生成し、その過程で神となりました。じゃあ、力を貸してくれる生きた人っていうのはブルーホースのことだったの？わかりませんか？それはあなたのことです。え？どうしてミーなの？この質問、もっと前にしておくべきだったかな。わかりません。とにかく、もう急がないと。修理が終わりました。準備ができているなら、5分後には出発できます。わかった。混乱するの無理はありません。でも、お願いです。頑張って理解してください。父はみんなを助けるためにこうしているんです。君もその中に入っているんですよ、ニコ。君が故郷に帰らないことは、父だって心を痛めているはずです。だから、父にとってこの世界はとても大切なものなんですよ。それで、これはどうやって飛ぶの？おや、この機械は君の世界にあるものでは？あとはもう知っているものだと。そういうわけじゃ、聞いたことがあるだけだよ。それにこれよりもっと大きかったし。ああ、まず空へ飛ぶ前に注意しておきますが、パニックを起こさないでくださいね。慣れるには数分かかりますが、空中に上がればそんなに悪いものじゃないですよ。頑張る。あ、カラムスとアルーラに伝えなきゃ。こっちに走ってくるあの二人のことですか？ニコー！大変！ボートが消えたんだ。え？四角形のせいなの？こっちに向かってきているみたいだった。それって、もう、カラムス君でしたね。そうだけど、やべえ、この二人のキャラが、どのくらい状況は悪いんですか？今すぐ危険ってほどじゃないみたいだけど、それなら、君を町に連れていくことを優先した方がいいですね、ニコ。でも、二人は、ご希望とあれば、後ほど迂回路を通って、町へ運ぶことくらいならできますが、町ならまだ四角形に耐えられる構造になっていますし、そちらの方が安全かと。町に連れ立ってくれるの？ご希望とあらば。やったー！よし、1時間後に戻ってくるので、それまで待っててください。本当に大丈夫？うん。四角形ならまだゆっくりだし。わかった。じゃあ、また後で会おうね。準備できたよ。わかりました。おお、乗っていく。地球は回る。これ以上やめとこう。
ふう、着きました。あの、大丈夫ですか？み、今まで生きてきてこんな楽しいこと知らなかったよ。初めて乗る人の反応はいつ見ても楽しいものです。ねえ、ブルーホース、本当にすっごく楽しかったよ。神様も楽しかった？ミーと一緒に乗ってたわけじゃなかったけど、でも見ることはできたでしょ。それにセドリック、はい、ありがとう。何のお礼ですか？飛んだ。ああ、どういたしまして。あとミーの質問にも答えてくれたから。それだけじゃない、ワールドマシンのことももっと教えてくれた。あのね、ミーは君たちの世界で起きたことをしたとき本当に辛かったんだ。だからミーにできることなら何でもする。それにみんな機械だったとしてもこの世界は綺麗で、あの空を飛んだり海を見たり、あと素敵な人たちにたくさん会えた、セドリックみたいな。それにプロトタイプもね、今壊れちゃってるけど。そういう風に言ってもらえると僕も嬉しいです、ニコ。僕も君と出会えて本当良かったです。まあこんな状況ですが、ああプロトタイプで思い出した、そろそろ行きますね。あの兄弟を迎えに行かなくては。そうだね、あの二人ずっと待たせちゃってるから。ところで地表に降りる方法は覚えていますか？エレベーターのボタンを処理しなくちゃダメなのは覚えてるよ。よし、じゃあそれをお願いします。1時間後にまたここでいいですか？わかった。よし、じゃあちょっと。マジか。どうやってこの場所に着陸したんだろう。滑走路もないのに。まあそれはいい。そんな、二人とも島に。カラムス、アルーラ、嘘だ。あまり時間がありませんね。ニコ、計画変更です。メモリディスクを渡してください。うん、よく聞いて。僕がまた標的になる可能性があります。だから君の安全のために二手に分かれましょう。大きな時計の下にあるドアを見つけてください。その先に地上へとたどり着けるエレベーターが二つあります。地上に着いたらすぐにルエを探して彼女をその部屋まで連れて行くんです。彼女ならすぐに状況がつかまるでしょう。分かった。でも君はどうするの？僕はプロトタイプを復元します。え、大丈夫？何ですか？大丈夫なの？心配しないで、大丈夫ですから。急に驚かさないでよ。ねえブルーホース、一緒に頑張ろうね。頑張りましょう。頑張りたいところなんですが、今日はここまでにしないと今もとんでもない時間になっていますので、ここでですね終了したいと思います。ということで、いやーどんどん面白くなっていくね、このゲームね。もう次回やるのも今からもう続々して楽しみで仕方ないんですけれども、いいところであるんですが、一旦ここで終了したいと思います。ということで、本日もまた最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。